もう長くはないと口には出せないが、どの顔にも現れてる、その気遣いが人は気にする生き物さ、何気ない言葉でも囁いたつもりでも届いてしまうことがある。その時が来たら俺はどうする。怒りうろたえ泣き出し騒いで、そこから逃げるのか、それとも黙って静かになれるか。生と死の別れ道をどこでどうやって気づけばいい。あらゆる力があるはずさ、生と死の狭間にも目が覚めたらまだ生きていた。幸せなのか不幸なのか、前よりは落ち着いてきた。今日も明日も大丈夫、おそらくその先も、でももう誰かの助けなしではなんて、確かに近づいている。その時が来たら俺はどうする。怒りうろたえ泣き出し騒いで、そこから逃げるのか、それとも黙って静かになれるか。生と死の別れ道をどこでどうやって気づけばいい。あらゆる力があるはずさ、生と死の狭間に